こんにちは、野球グモチャンネルの時間です。編集長の武田浩二です。はい、お相手ライター編集担当の円寂でございます。どうも。どうも。今日のテーマ。はい。六回目になります。伝説の三十勝投手列伝。そうだね。土橋正之投手。はい。ですね。はい。はい。土橋さん。円寂さんだったら。なんとなく。はい。覚えてますか。覚えてません。ですよね。はい。 <laughs> えーともう話が終わっちゃったみたいなんですけど <laughs> この方はね、はい、草野球からプロ野球のエースになったあと、はい、で所属チームは東映フライヤーズって今の日本ハムファイターズですねはいそこで、あのー、優勝した時のピッチャーでもあります<う>で日本ハムファイターズというかまあ東映フライヤーズでは、うん はすごく庶民的なチームでね、うん、でこの人は浅草出身でで、はい、すね野球がうまかったね体もでかくて、うん、で魚屋さんなのかな実家がそこで野球をやってて、うん、であのストリップ小屋のフランス座の、ねはいはい、草野球チームに入って冷や、うん、かしで東映のテストを受けたら入っちゃったという。 そういうう人生もあるんですねそうなんですよだからもともと魚屋さんに継ぐつあのこうね魚屋さんを継ごうと思ってたせ、うん、がれが、うん、ストリップ小屋のチームに入って、うんはい、テストを受けてみたら受かったそう漫画みたいですね漫画です本当にそんな感じですでまあだけどまあそれでもねそれで普通だったら入って終わりって感じが多いんだけどまあまあ それがまあ四年目には二十一勝で七年連続十勝以上で二十勝以上五回を記録してるんだけど、はい、だけどタイトル取ってないんですよ。よ<ら>そこがなんか庶民派なんで、ねうん。まあ庶民派でなんかあの四年目でしょ。あ三年目に投下を表してって言って文句書いてますけど。うんうん えー、このあれですよねいや興味も、興味を持ったのは、うん、そのストリップ劇場の草野球チームの、うん、での土橋投手の成績見てみたいですよね、まあ違うね、だからきっとだ、その時の草野球チームっていうのが、まあ、やっぱり野球ブームというか、うん、そのね、実力団地でしょ、そんな成績をね、ね3年目で残してるんですから、うん、多分素質的には本当にもともと、そういったピッチャーでしょうけども。 でまあえー、30勝列伝ということで30勝したのは1961年、ね、昭和36年です、うん、で30勝したのに、はい、タイトル取れなかった誰が最大賞なんでしょうねそりゃご存知ですよ皆さんが、はい、稲尾和久ですね、うん で、はい、これがまだね32勝とか3勝でね、はい、あっていうの42勝ですからねもう知らんっていう、ね、知らんってだからもうここまで来ると諦めがまあそうっすね、うん、でまああのー、この方土橋さんは、はい、まあそれでやっぱり200勝いってないんでね、うん、だからやっぱりこの辺がこう昔の選手が才能を、うん もうちょっとうまく使えればもっともっと勝てたんだと思うんだけど162 16 <2 S 2> 勝ですねで昭和の37年に東映が優勝したんですけどうん、うん、この時はえー、っと唯一かな、はいあのー、日本シリーズで MVP をバッテリーで取ってるんですよ。うん、タネモさんっていう、うん、<ー>だからすごく珍しい記録を持ってるんですよね、うん、それが ある意味そのショと言えばななのかなと寿命は短いですね、うん、30歳の年にはもうちょっと明らかに衰えが来ちゃっているという、そう怪我ですかねやっぱりそうやっぱり使いすぎじゃないかなと思うんですよね、急に、32歳の年に引退してるんですかね、だけどやっぱり人気があって、はいあのー、その後やっぱり日本ハムの監督をやったり、はい、その後ヤクルトの監督も、あれ まあ、ある意味、そうだなあのベラン名帳でね、よく、うん、その後プロ野球ニュースの、ねうん、解説とかで土橋<う>さんはこうよく、うん、あの明るく、うん、だけどね、なんかすごくいい意味で、ね、抜けてる感じがあったんだよねだから土橋さんの言ってることは僕あの当時、僕らの仲間うちでは結果論の土橋さんっていう感じでね。 だけどそれがなんか憎めない何かね、うん、良さがあったね、だからヤクルトでも決して強くはなかったけど、のあの当時のヤクルトには合ってたような気がするよね、今思うと、うんうん。若松さんとかね、野村監督以前のね。 チームは若松杉浦あたりの、ね、そうですねだから広岡さんの後ぐらいに、うん、また低迷期になったそう,そ,うそ,うそう。80年代ですよね関根さんとかねあの辺がこうちょっと混乱してるんだけどあーあ,ーあーってこのあの時代ですね<う>一勝2敗でいいっていう感じでね、はい、まあそういう意味ではあの30十章としては実は、はい、その稲尾さんとか杉浦さんとかに比べると、うん、あれ30章してたの っていいう感覚かもしれなまあそれでもやっぱり三十勝したっていうのはすごいんで、うん、だからまああのー、やっぱりコントロールも良かったらしいので、うん、球も速くて、うん、だからまあある意味安定したでこの人いなかったらやっぱ東映は近鉄並みに弱かったかもしれない、うんうん、まあ張本さんとかね、うん、そういうこうなんていうのかな 暴れん坊チームというかね、うん、その中の投手としてはなんか下町から出てきたピッチャーとしてはいいですね雑草っぽくてそう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 ん、だからその辺がねやっぱり昔は結構軟式からあのプロ野球行った選手で成功してる選手は何人もいるしなんかあれですね仕送りもらってたというエピソードがあるようですけどだからテスト戦みたいなもんだから、うん、あの給料がもらえないって感じだったらしいよね うん、実家から毎月1万の仕送りもらっていたという、うん、確か土橋さんぐらいじゃないですかそういう選手ううプロ野球選手はなかなかいなそうですよね、うん、だから逆に当時その実家の魚屋さんはそれなりに儲かってたんじゃないですかねそうですねうん、うん、確かにで,でその後ねまあ出世して4年目ぐらいからそれが,が逆なことができるようになったし、うん、であの実はまあ個人的にね、はい、あの私あの幕張 出身で幕張中学校に在籍してたという記録がありましてドバシさんが編集長も同じ中学ってことですかそうっすおおおな中じゃないですかおかいなんか変な感じだけどバシさんとタイガさんおな中だからそれでねちょっと個人的にはちょっとね親近感すごいありますね だから、まああのー、幕張の時のだもしかしたら小学校時代かもしれないんだけど、うん、何しろ、あのー、戦後来てたっていう話は聞いててねうんうんだけどあんまりその地域では土橋さんの話題が全くなかったんで、うん、後から知ってびっくりしたって感じだったけどねそういう意味ではちょっと土橋さんっていうのは僕にとってはちょっと個人的には思い入れがあると。はい、えまあ、ということで。 今日の野球グモチャンネルはこれまでですはいチャンネル登録と概要欄にメルマガ登録のリンクがありますのでまだの方登録よろしくお願いいたします次の動画をお楽しみさよなら